どうも皆さんこんばんは、吉本タピオカです。はい、今回は何に行くんでしょうか。はい、マギー、打点から救うもの、中二病マックスですね。そうだね、そうだね、確かにね。お、まあこういう中二病好きだからね、俺。あー、好きそう。好きそうだな。基本中二病だからね。どうもかだから時間かかるかな、ちょっとね。そうだね、15分ぐらいで仕留めたいね。ああ、そうだ、2人だもんね。うん、あんまりね行ってないからどんなことすかわかんねえんだよな。こいつはどうもか独自の技あったっけ。ああ、でも俺どうもかのね独自の技ってあんまわかんないんだよな。ちょっとそれな、出が早いとかなんか。ああ、それかも。でもなんか特に変わったことはないかもな。ね、感じたことがない。いって、これダメージやっぱすごいな。あー、そっか、どうもかだもんね、それな。それはもうあのさ、新学期始まったじゃん。うん、そのやっぱみんなねこう新しい出会いがあると思うんだけど。そうだね。そう、タピはどう、友達とか。まあいなくはない。いや、いなくはない。いなくはないよ。飯一人で、スタバ行くけど、飯、昼休みになったら。一人で行ってんの。ああ、一人で行く。友達は、友達は置いてく。なんで一人が好きなんだ。いや、重いって話が。話が重いってしょっぱなから。落ち話しかけて、落ちろ。オッケー。ナイス。オッケー。あのさ、うん、そのタピオは2年生のこう専門に通っててさ、うん、で、まあ今1年生の専門に新しく入ったじゃん。そうだね、うん。なんか厳しくない？あ、でもね、うん、年齢層がね割と高いんだ、そこは。え、どういうこと？あのなんかね、もう一回やり直すみたいな人たちも来るんだ。あとなんかもう一回やり直すって、そのおっさんたちってこと？うん、脱サラってやつかな。ああ、なるほどね。新規一点みたいな。そうそう、そんな感じの人も多いからね、割となんか年下も少ねえんだよな。だから、あ、タピオ的には年下と年上さ、そのコミュ障のタピオ的にはどっちが話しやすいの？ああ、でもなんだろうな、あ、でも年下、あ、でも年下かな。年下、そうだね。ああ、コミュ障の人は年下の方が話しやすいの？いや、それな、コミュ障でもうくぐっちゃう、そこ。いや、コミュ障の人が言うからそっちそうなのかなと思って。まあなんかあれだよね、敬語とかなんかあんまね気遣いがいらない。まあ同い年もそんなもんか。あ、でも年下に敬語は使わないんだ。あ、バイトでは使うけどね。なんでバイトだったら別にいいんじゃない？その社員とかじゃないんだし。いや、なんかバイトなんだろうね、俺全員にバイトだったらね敬語使ってるわ、うん、マジで。でもそういう人いるわ。俺のバイト先にもいたわ。ああ、まあいるでしょ絶対。年下って分かってもね敬語使うからね。俺年下に敬語使うの好きじゃないんだよね。ああ、なんか嫌なんだよ。あ、そう、俺敬語基本ね大体敬語で話してる時の方が多いから。なんかコミュ障の人ってそういう人多くない？うん、コミュ障。なんかバカにしてるとかじゃなくて、なんかそう、あんま人見知りだったりする人ってなんか年下にも敬語使うよね、バイトとかで。あ、そう？俺あんまコミュ障にあったことねえから分かんねえんだよ。いや、コミュ障じゃん。自分自身じゃん。自分自身だけどさ、あんまりいないからさ、うん、いや、自分の胸に聞けよ。いや、辛いんだけど。やめて、重い、話が重い。重くしてんだじゃん、もう。あ、そうなんだ。うん、俺はさ、もううん、その社員とかでさ、自分が社員、その、うん、社会で後輩だったらさ、うん、まあ敬語とか使うけど、俺多分バイトとかだったらもう絶対敬語使わないわ。あー、でもそっちの方がね絡みやすいよね、きっとね、あっち側からしてもね。まあそんなコミュ障からしたらね。そうだね、そうだね、そうだね。なんでもはやりながらこんな重い話してんの？本当だよ。重すぎー、重すぎー。いや、大きな声出しちゃった。今音量注意だわ。まあまあこっちでさ、うん、その音量みたいなバーのそのエコーっていうか、その音量の大きさが見れるのね、こっちで。ああ、もうマックスいってたわ。あ、そんななんだ。まさか死ぬと思わなかったわ。ちょっと話に集中しすぎた。あれすごいブレス威力高いな。ああ、そうなんだ。やっぱそういうの上がっちゃうんだ。オッケーオッケー。でもね、でもまだ5分経ってねえか。そうだね、まあ気を引き締めて。俺あと1ぐらいするかもしれない。まだあと1回死ねるからね。そうだよ、俺基本タピオと話してる時もうとにかく話入っちゃうからさ、やべっ。やっぱね、改めてね話しながらやるのちょっとね難しいなと思うわ。でしょ。だいぶ慣れたわ。慣れた。昔はもう何にもできなかった、喋りながらと難しくて。確かにね、なんか俺もね実際やってみると結構難しいもんだよね。そうなんだよね。いや、ダークソウルなんかさ、俺ただですら下手じゃん。ダークソウルはねなんか話しながらやるの大変そうだわ。下手なのに喋りながらやっててさ、もうダークソウルはもう本当いっぱいだよ、いろいろと。あれはね、あれはね化け物ばっかじゃん周り。むずい、ダークソウルほんとむずいわ。もう挫折、俺も初めて挫折したわ、あのゲームで。タピオも2やってたんだっけ。1だね。1やってたかな。中学生ぐらいの時にやってたんだ。そうだね、中学生ぐらいの時にやってたね。そんくらいの年齢で手出す人ってあんまいないよね。確かになんかね、もうなんか俺ダークファンタジーみたいなの好きだったさ。そうだね、タピオなんかいろんなゲームやってたよね、ダークファンタジー系っての。ね、ダークファンタジー系好きだったからね、俺とはなんか違った部類じゃん。そうだね、なんか王道の RPG 的なの好きそうだもん。好きだったもんね。そう、なんかタピオはなんか結構ホラーとかもやるじゃん、サイレンとか。俺タピオんちで見てたけどさ、もう怖くて震えたよ俺。いやー怖かったね、サイレンはね。怖くねあれ。いや俺もねホラーはね基本大丈夫なんだけどね、あれだけ得意じゃなかったな。そうなんだ。またね、ちょっと最近コメント欄でやっぱ狂い月ね、やってたじゃん俺、ホラーゲーム。やってたね。基本ね再生数伸びないんで、俺のリスナーさんにホラーはあんま受けないんだけど、その見てるそのホラーが大丈夫な人からするとやっぱ俺ってホラーできない人じゃん。でも面白いよね。だからホラーできない人がホラーやってるのが視聴者さんには受けが良くてさ、面白いよね。確かにね、結構やってくださいってくるんだよホラーが。でも俺見たいかな。マジで怖えんだよ。いやもうガチな感じがいいよね。ガチで叫んじゃうからさ、そこら辺がいいよね。なんかやらせっていうか、なんかね演技じゃない感があって、なんか今ホラーゲーム実況してる有名な実況者さんってさ、みんなその、ホラー体制ありすぎて全然びっくりしないじゃん。確かにね、薄いよね反応がね。すごいなって思うんだけど、俺絶対無理になれるとかないわ。いやちょっとね、でも吉田さんちょっと体勢がねあんまり人よりはないかなって感じだよね。でも俺タピオとよくホラーとか見るじゃん。なんで体勢つかないんだろうね。確かにね、つくもんだよね、だんだんとね。でもびっくり系はね、もう無理じゃない。無理だね、叫んじゃうとにかくね。えびっくり系はずるいよな。でもタピオとホラー見てる時もさ、俺一人で叫んでんじゃん。叫んでるよく。なんかとにかくやばいんだよね。でもそこがねいいと思うんですよね。まあ、視聴者さんからしたらいいんだろうね。俺はきついんだよな。大変なんだろうなって思うわ、これ一本とも。まあそこら辺もやっぱリクエストに応えていきたいからさ。なんかね、ナイトくらいって知ってる？なんか聞いたことあるな、ナイトくらい。最近発売されたゲームなんだけど、それもまあでもあれちょっとレベル高いなあれ。そう、なんかリアル系のやつ。そう 3D だし。いいじゃん。よくねえんだよ俺は。俺はよくねえんだよ。終わった。え、早いな。8分だって。10分切るかと思ったら、そんな10分切ってるわ。10分切ってるわ。10分はかかっちゃうかなと思ったらね、意外といけるもんだ。でさ、狂い月って 2D だったじゃん。そうだね。俺 2D でビビリ用なんだよ。 3D じゃやばそうだね。もうやばいって。立体感があるもんね、あれと違ってね。そうだから考え中だね。なんかもうちょっと優しめのホラーならできるかな。やってっていう声が多かったらね。そう、たびたび来るんでホラーゲームやってくださいっていうコメントは。でも俺とかから見たらね面白いけどね。でもぶっちゃけ需要ないしな、俺のチャンネルの視聴者さんに。まあモンハンとかね、そういうなんかダークソウルとかみたいだろうからね。俺なんかアクションゲーじゃん結構。そうだね、そうだね、確かにね。実はここだけの話ね、5月の10日に新実況始めるんだけど、それも結構アクションなんだよね。まあ確かにね、吉永さんはそういう方向だよね、やってるゲーム的にね。別にその固定してそれアクションでやってくぜって人じゃないんだけどね。普通になんかやってるゲームがただアクションなんだけどまあ好きなやつやっちゃえばいいんだよね。そうだね、俺はもう、うん、あ、これマギコインですね。これがあのマギで手に入るやつ。これでね武器が作れんだっけ。装備は何かあったっけ。なんかアポロじゃない、アモンの剣と、ああそうだよね。あとなんかあのアポロさんの動画見て分かったけど、なんかあのアムロじゃねえ、なんでアムロの剣ってガンダムの人やんアプロじゃない、ちょっと待ってアムロとアプロさんが出したわいやもう似てるけどね。アモンの剣、うん、アモンの剣はなんかアポロさんの動画見たところによるとなんか縮んだりするじゃんあれ。ああそうだ、なんかねパッとしたりするとなんかあれだよね、犬やさみたいな。そうだからまあ機会があったら連戦して作ってみようかなって感じですね、うん、はい、ということで、今回マギコラボでした。うんうん、こんな感じかこんな感じかまあなんか言うことある最後に。あ、そうだ、なんかねコメント欄でタピオカさんの息継ぎが聞きたいってなんか来てたよ。行き過ぎー。